スタッフ、そしてお客様を保有というふうになっています。つまり皆様のお店にお客様をいっぱいにするように、このバスタブにもいっぱいお湯を張ってみましょうというようですね。しかし今年間で 40% お客様が逃げてしまっている、それをバスタブに例えると、そこに大きな穴が開いてね、どん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 お客様が流れ出すという状態、こういう状態に少なからず皆さんのお店になっているんだということですね。まあ、繁盛店さんであればね、この穴の大きさが半分ぐらいかもしれませんが、でも繁盛店さんでもこういう状態に今なっているということですね。ではここで皆さんの質問です。もし皆さんのご家庭のバスタブがこういう状態だったら、まず一番初めにどういう手を打ちますかということです。今から僕が2つ答えを言います。該当するなと思った方でパッと手を挙げてほしいんですね。2つしかいませんからね、必ずとしたら手を挙げてくださいね。で、手を挙げたからってね、指差して発表してもらうことないですから、安心して手を挙げてもらっていいんですが、で、引っ掛け問題でも難しい問題でも何でもありません。普通に考えてね、こっちがも正解だなと思ったところで挙げてもらえれば間違いなく正解なんでね。迷ったらね、周りの様子を見てね、みんなが挙げてる方でパッと挙げてみてくださいね。とりあえず参加することに意義がありますんでね。じゃあいいですか、やってみますよ。イメージしてくださいね。今日皆さんがね、このセミナーが終わってお家に帰ってね、ゆったりバスタブに使ってるわけですね。あ、今日も一日疲れたなと思ってバスタブに使ってるとね、いきなりね、目の前のバスタブのところにドンと穴が開いて、目の前からどん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 お湯が流れ始めました。じゃあこの流れ始めたお湯を見て、皆さんは一番初めにどういう手を打ちますかということです。一番です。下からどん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 お湯が流れ始めたって、そんなの関係ないよ。この流れ出してるお湯はほったらかしにして、つまり下からお湯をどん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 垂れ流しにした状態のまま、上から新しいお湯をガン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 注いで、そしてこのバスタブを無理やりお湯でいっぱいにするっていう方いらっしゃったら手を挙げてもらっていいですか。いらっしゃらないですね、ですね。そんなことするともったいないんでね、やっぱりなかなかいらっしゃらないと思います。じゃあ2番です。いや、そんなもったいないことしないよと。下からお湯が流れてるんであれば、まずはこの穴に蓋をするんだ。つまりまずはお湯の流出を止める方が先だ。その後からお湯を注いで、このバスタブをお湯でいっぱいにするっていう方